こんにちは、あやチャンネルのまみーです。今日はですね、じゃじゃーん、はい、富士芝桜祭りに、私たちは、来ましたよ。もうね、最高のねお天気ですが、朝現在6時半です。今日はねゴールデンウィークで6時開園だそうで、でももうたくさんの人がいます。寒い、八鬼市って寒い。でもね、太陽が出てるからいいですね。綺麗だね。こうインスタとかでね見るとね、すごい綺麗だからすごい楽しみだよね。これ見てください。さすが富士山、富士山のコーンです。富士山コーンだよこれ。さあ太陽出てきたね。太陽が出てくるとね、あったかいよね。でもまだね、息もね、吐く息もね白いしね、寒い。でもめっちゃ冷たいね。え、ナイナイト君はマミーのだこだこです。はい、到着しました。やっと会場に。ここまで来るのにね、結構ね10分ぐらい歩きましたよ。はい、綺麗です。これからもっともっと綺麗なところいっぱい見んだよね。みんなマミの方じゃなくて芝桜の方見るといいと思うよ。今日はね、見てみて、富士山もすごい綺麗に見える。本当にいい天気。すごいね。ちょっとこっちね、ほらほら、すごい、一面だよ一面。ちょっとほんとね、すごい綺麗。あの池の上も見てわかるかな、あの白い、なんていうの、湯気っていうの、なんていうんだろう、なんか 温度とあれのね、あれだよね、きっと霧っていうの、すごい綺麗だよ。めっちゃ綺麗、見てわかるこれ。なんかこの時間に来たからこそ見えるっていうやつじゃないのかな、ね、きっとね、朝だけだよね。あーすごい綺麗。よかった、頑張って今日5時に起きたのよ。まあ近くに泊まったんだけどね。ね、綺麗だね、すごいね。ね、写真をね、こう撮る場所がいっぱいでね、こうやって並び替えるんですね。はい、これもきっと芝桜の富士山だよね、これね。はい、みんなー。
アクアもったいない、顔が見えない。やっぱりアクアも中に入れた方がいいんじゃない。はい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 、みんな、ノエちゃん、ノエちゃん、ノエルの顔が寝とる、ノエル寝てる、ノエちゃん起きて起きて、ダイヤ君一人反対向いてるよ。はい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 、みんな、こういろんな色の、これなんかなってんのかな、模様になってるのかな、これ。遠くから見たら模様になってるのかな、ね、これでこうくるっと丸いの、うん、ね、リンゴみたいな、みんなにかわいいかわいいって言ってもらえるね。ねえ、すごいね、綺麗ね。はい、マミいるよ、綺麗ね、ね、みんなね、うん、もうなんかどこを写真撮ろうかっていうぐらい、なんかもうあっちこっちね、すごい。でもほんと今もう7時ぐらいかな、時間今、はい、7時8分ですね。7時8分でこんなにこう、もうすごい人、すごい人、とにかくそれなりにすごい人。ねえ、皆さん朝早くからねえ来るね。あ、今度色が、白色が、ね、白にで、ピンクに、薄いピンクだね、ピンクに、はい、そして濃いピンクに、順番だね、色がね。ここはいろんな、なんかちょっとお店がある。水わらび餅だって。へー、桃抹茶だって。桃抹茶だって。ちょっと飲んでもらう、飲んでみようか。あ、はい、桃抹茶、桃抹茶、はい、ちびっこから大人まで、桃抹茶だって。こんな感じ、どうも、どうで、桃抹茶ね、うん、あ、ほんとだ、あ、すごいさ、桃の香りがするよね。また、ね、梅こべ茶みたいなやつもね、こっちで紹介してますんで、飲み終えたら飲んでてください。で、これ桃抹茶ね、飲んだよ、はい、どうぞ、いらっしゃいませ。ほんと桃の味、うん、桃抹茶いかがですか。すごい桃の味ね、なんか桃のジュースみたいだよね。うん、ここは水わらび餅だって。作りたて、あ、へえ、うん、芝桜もね売ってます。うん、すごい、なんか芝桜こうやってやったらかわいいね、こう上にわーってついたらね、かわいい。はい、今日はね、すごい綺麗なね、富士山のね、芝桜祭りをお届けしました。
もうね、どこもかしこもね、見事な芝で、どこを写真撮ったらいいのかというぐらいすごかったです。あやチャンネルは元保護犬たちとの日々の様子をお届けしています。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。 Thank you for watching. See you again. Bye.